シャツの赤です。今回も少しやっていきましょう。フォートナイト最新情報で、今回はですね、新武器についてハイリーク情報が出てまいりました。そうです、ドラムショットガンというね、そういう武器が追加されるのではないかというふうにね、噂されております。いやー、このショットガンドラム式になってるので、まあ間違いなくセミオートのショットガンですね。セミオートって言ったらまああれですけど、まあセミオートかもしれないし、もしかしたらフルオートかもしれない。現実にあるねショットガンで、フルオートのショットガンって結構ねあるんですよ。 AA12 だったかな、そういうねショットガンがあったりするので、トリガー引きっぱなしでショットガンがバチクソ撃てるっていうね、すさまじく火力のあるショットガンなんですけれども、フォートナイトにこれが来るのかというお話ですよ。まあドラム式なんでね、なんかちょっとフルオート感はちょっとねあるかっていうとどうなのかっていう感じですけれども、いや最近このねショットガンが、まあコンバットショットガンのまあそのねレンジがね狭くなったというか、距離が伸びなくなったというかダメージですね、ダメージが伸びなくなったところですけれども、そこにまたまた同じようなショットガンがね出てくるというわけなんですけれども、これはどうしましょうかね。まあフォートナイトのこのねドラムショットガンをもし追加してくるのであれば、間違いなくヘッドショット、ショットガンイコールヘッドショットではなく、普通にもう同打ちメインのショットガンで、セミユー、まあ言うたらねタクティカルのショットガン、コンバットじゃなくてタクティカルの方のショットガンの、まあ、上位互換として出してくるのかななんてね思ったりはするんですけどね。どうやってもちょっと差別化というか、キャラクターがちょっとね被ってしまうんですよね。もしかしたら今後ねタクティカルショットガンが保管庫に行ってドラムショットガンに置き換わるかもしれないですよね、このねキャラクターの被りようだとね。まあ、個人的にこのドラムショットガンっていうのは、おそらく初心者さんへの配慮なのかなって思ったりするんですよね。まあ、なんでかっていうと、コンバットショットガンはまあ一応ね胴打ちメインで使って、まあ、ヘッドショットもいいんだけど、胴打ちでも相当な火力が出ていいレートを出してくるんで、まあ初心者さんだったら普通にねわざわざ頭を狙うこともなく、まあ体狙って撃って敵を倒しやすいっていう、そういう武器にはなってるんですけど、まあでもコンバットショットガンってね、やっぱりこう胴打ちメインとはいえ、ヘッドショットもね火力出ますし、ターゲットというかあれですね、腰ダメのところのあれもちっちゃいので、狙いやすいかっていうとそんなに狙いやすくはないっていうことで、もしかするとそれ以上に初心者さん、まあ初心者さんってなんだ初心者さんに振ったドラムショットガンというものが今回出てくるのではないかというわけですね。まあやっぱりね、フォートナイトどんどんねこうバージョン上がっていくにつれて、ちょっと初心者さんがねビクトリーロイヤル取れるかっていうと、ちょっと難しくなってきてるのではないかなって僕もね思います。ソロなんて特に難しい。なのでそのソロプレイヤーの人が少しでもキルが取りやすく、まあショットガンとかでね、まあわざわざ狙ってこう倒す必要がない武器をこういう風にリリースして、初心者さんのまあ救済措置になるのかななんてね思ったりしてます。リーク情報ではこのドラムショットガンのねレアリティは、コモン、アンコモン、レアとなっていて、まあ言ったらば結構出やすい、そう出やすいタクティカルのショットガンのね枠になってるんですよ。だとすればタクティカルショットガンってまさにここのカラーの方に属しているので、そこのねタクティカルショットガンが消えてドラムショットガンになるのかなっていう風にね思ったりするんですけどね。まあレアリティ見ると本当に被っちゃってるんで、そこでねまあタクティカルも残してっていう風になるんだったら、本当タクティカルってじゃあ何のために存在するのっていう風になっちゃうんで、大抵そういう武器っていうのは
まあフォートナイトの中では消される方向にあるので、まさかまさか今まで解禁賞だったタクティカルショットガンでさえも消されるのかなーなんてね思ったりするんですけど、いやーどうでしょうかね。いろんなね武器が、まあブーム棒が消えて、デュアル、まあデュアルピストルも消えて、でそれでダイナマイトも消えてっていう枠が3つ空いてるんでね、まあブーム棒をショットガンの枠として見るかっつったらそうでもないんですけどね。それでタクティカルも消えたりするとどうなんでしょうね。フォートナイトが結構なんかこうちょっとガチガチにネタによらずか結構固まってきた感も若干ありますよね。ぶっ壊れてるこれがっていう、そのヘイトの対象になる武器が今はどこに行ってるんだろうな。新武器のグレランに行ってるのかな。そうなるとそういう風になってくるのかもしれないですけれども、まあそんな感じでね、今回ドラムショットガンというものがまあ出てくるわけですけれども、個人的にはアサルトがね、そろそろ3点バーストのアサルトが復活してほしいなーって思ってる中でのショットガン祭りって感じで、結構シーズン9はショットガンが多いのかな。まあ久々にあのダブルバレルとか復活してもね面白いと思うんですけどね。あ、まあまあぶっ壊れ、まあ、ぶっ壊れてるけれどもって感じだけどね。あれもめっちゃめちゃ強いんで、今のショットガンのタイムラグがなくなったこの世界であれをこう復活させるとまたちょっとってなるかもしんないけど、まあキャラクター分けはできるんでちょっとね復活してほしい武器ではあるんですけどね。どうでしょうかね。まあいろいろと復活してねあのくれるとね幅が広がっていいんですけれども、まあこんな感じでね、まあ新武器のショットガンというお話なんですけど、いやーでも最近ねあれなんですよ皆さん、こう僕思うんですけど、まあ車に関してまたねあのお話しさせていただくんですけど、いやー洗車って素晴らしいですね。皆さん洗車とかってしますかね。あの夜のねあの洗車場の雰囲気が僕ね結構好きなんですよ。まあ車洗うのも好きなんだけど、その洗車場でみんなねあの車好きの方々がもう男女問わずにねあの好きな車をこう洗って拭いて綺麗にしてるわけですよ。いやあの雰囲気結構好きだね本当に。でも最近ちょっと思うんですけど、虫がね出てきたんですよ。そうなんですよ。ちょっとね夜ライトアップしてる中黙々と洗車するのって、特にライトアップされてると余計ね車がね綺麗に見えるんですよ。まあ太陽の光もねいいんだけど、夜の自分の車がこう照らされてるみたいな、そういうね中拭き上げて終わって一服してみたいなことをしながらね、僕その拭いてそれで終わって自分で車乗った時のあのボンネットのテカリが好きなんですよ。あのボンネットがすごくね、洗車する前と洗車した後じゃねテカリ方が全然違うんですよ。こう運転席乗ってる時のねあの景色が結構好きなんですけど、まあでもね最近虫が出てきたせいでね、こう拭き上げるじゃないですか。まあ水拭き上げてる時はそんなに気にしないんだけど、その後に簡易コーティング剤をやるじゃないですか。そういう風な簡易コーティング剤、まあいろんなもの僕やってるんですけど、それやってる最中に虫がいるとね非常に気になるんですよ。もうなんでかなみたいな感じでね、彼らいるんで巻き込んだら傷の元になるかもしれないんで、あんまりねこう夜の洗車っていうのがね楽しめなくなってしまったっていうのもあるんですけど、でもね日中やるとどうしてもね拭き上げどころじゃなくて乾いてくるから、もう大変なスポーツ競技になるんでね、まあ夜ゆっくりやるっていうのが僕のね最近のそうですね一つの趣味みたいな趣味というか楽しみ、一つのねささやかな楽しみなんですけどね。ああいう時ってでもなんかこう珍しい車だとかこうねちょっと気になる車に乗っている人とか見かけるんですけど、いやーなんかそういうのでねなんかねお友達になれたらねいいかなっていう、そういうコミュニティとかもね作れたらいいかなーって思ったりするんだけど、なかなかね声かけづらいっていうのもあるんですけど、なんかこう自分と同じ車だったらちょっとね何回か行ってこうねチラチラ
こう気にかけたりとかいうあれはあるんだけど、自分と同じ車じゃなかったらちょっとね難しいですよね。そんな感じでね、いや皆さんそういう時って声かけていくタイプですか、あこれいい車ですねみたいなことを言えるタイプですか、言えない、まあ待つタイプですか。まあそんな感じでね、今回はねドラムショットガンとちょろっと僕の、ね、ささやかな楽しみのお話でございました。夜のねサービスエリアとかコンビニ、まあ夜のってつくとね人がこういない中こうまったりできるあの空間たまりませんよね。まあそんな感じで今回はドラムショットガンのお話でございました。ドラムショットガンどういう風になってくるかまた今後期待だと思うので待ちましょう。それでは次回もかかってこーい。包帯星見のすけやな。そう。なんなんそれ。多分いける。多分結構。オッケーナイス。よっしゃー。おっしゃ取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はあのショットガンを見つけてください。オッケー来たー、よっしゃー。